しないでね。わかった。ちょっと待って。ここ数年ノートパソコンを使用していて低温やけどと呼ばれるひどいやけどを負う事故が起きています。キーボードの手前にある手のひらを置く部分に顔を乗せ明け方までその姿勢で寝込んでしまった人は頬に低温やけどを負ってしまいました。長時間ノートパソコンの発熱部分と皮膚が接触したためだと見られています。この写真は湯たんぽで足を温めながら寝ている間に起こってしまった低温やけどです。皮膚表面の変化や痛みは弱いのですが、実際には皮下組織が壊れ皮膚移植が必要になるなど重度の被害になることがあります。一般的な火傷は、火、熱湯、熱した油などの高温のものが体に当たることによって起こります。しかし、低温火傷は、心地よく感じる程度の温度でも、皮膚の同じ部分が長い時間熱源に接触していると起こる火傷です。湯たんぽの温度、46度では30分から1時間、50度では2分から3分で低温やけどが起こることがあります。低温やけどは湯たんぽや電気安価などの暖房器具、またはノートパソコンのほか使い捨て式のカイロや携帯電話などでも起こっています。これらの製品は皮膚の同じ部分に長時間当て続けないでください。また違和感や熱いことに気づいたら直ちに体を離してください。